本居宣長記念館では現在玉ヶ妻宣長の目を開催しています。宣長晩年の随筆玉ヶ妻は読書遍歴、本の抜き書きから宣長の考え方、体験談まで宣長が読んでもらうことを目的として全1005項目にもわたって編纂した公開型のノートです。今回はそんな玉ヶ妻の内容を紹介しながら資料の方をご覧いただきたいと思います。信じがたい話ですが、宣長はあまり自分の字に自信がなかったようです。宣長にしては珍しく大きな字のこちらの変額は京都の俳人の求めに応じて宣長がしたためたものです。字は美しくないといけない、特に歌を読んだり学問したりする人は下手だといけない、内容と文字は関係がないというのも理屈ではあるけれど割り切れない気持ちが残る、私は字が下手で大変悔しい、人はこれをどう見るのかと思うと恥ずかしさで胸が痛くなる。確かにこちらの変額を見ると大きな字になると少しバランスを崩しているようにも思います。古事記伝などの字は特別だったのかもしれません。宣長は理解が及ばないことについて次のように語ります。そもそも不思議なことの真偽を問わず全て信じないのは一見賢いように見えるけれど利口ぶっているだけだ、人知に限りがあることを悟らず全てに説明がつくと考えている、空心による誤りだ、仏教的な宇宙論ではなく地球説を支持していた宣長は地球が宙に浮いているのも不思議だと言います。この天文図説は宣長53歳の時に記した月日の運行について考えた本です。知識に酔わず不思議に目がくらむこともない宣長らしい姿勢です。生涯2回自画像を描いた宣長は肖像画について、肖像画というのは顔はもちろん衣服や雰囲気にわたるまで全てが似ていなければいけないと言います。こちらの宣長像は名古屋の絵師吉川義信が描いた宣長の肖像画です。宣長が気に入っていたので主要門人たちは皆この宣長像を持っていました。展示品は門人坂倉茂樹の旧像品です。最初茂樹が持ってきた肖像画は宣長が気に入らず返却されてしまいました。その後名古屋にいい絵師がいるからと宣長に紹介され、やっと先生に歌を書いてもらえたのがこの肖像画です。宣長の絵へのこだわりがわかるエピソードです。本居宣長記念館令和5年度夏の企画展宣長の目玉ヶ妻の世界は9月3日日曜日まで開催しています。ぜひご来館ください。